それでは、伝達関数とブロック線図について説明していきたいと思います。ここでは、まず直列接続と並列接続のブロック線図による表現を考えます。まず、このような G1 という伝達関数と G2 という伝達関数があり、これが直列接続された場合、これに対する等価な伝達関数表現を考えます。もう一つの例として、並列接続。このように G1 と G2 が並列に接続され、同じようにプラスで足し合わされたような、そのようなケースを考えます。これに対して、等価な伝達関数表現は次のようになります。まずこちらの直列接続については、伝達関数 G1 と G2 の積の形で一つのブロックとして表現されます。次にこちらの並列接続の場合は、G1 たす G2 という足し算の形で並列接続が表現され、一つのブロックとして表されることになります。もう一つ、ブロック線図において重要になるのはフィードバック接続です。フィードバック接続では G1 と G2 があって、G1 の出力を G2 で入力として引加され、その G2 の出力が、符号がマイナスとして G1 に引加されると。そのような形をとります。これにおいてこの等価な表現は、1プラス G1、G2 分の G1 というふうなブロックで表現されることになります。このフィードバック接続と先ほど説明した並列接続、直列接続を組み合わせることによって様々なブロック線図の伝達関数としての表現を見ることができます。ここでは例として単位フィードバック構造に対するフィードバック接続を見ていきたいと思います。ここで R から Y までの入出力特性を見たい場合には、この G1 の部分に P と C の積が、G2 が1が与えられていると、そのような風に考えてやると、この形状から伝達関数表現を求めることができ、具体的には1プラス PC 分の PC という形で、一つの伝達関数として R から Y までの特性を見ることができます。次に R から E までの特性を見たい場合は、G1 のところを1に、G2 の部分を P×C という形で置いてあることによって、こちらからこちらまでの特性が R から E までの特性として記述することができ、具体的に G1 に1を、G2 に P×C を入れた上で式を見てやると、1プラス PC 分の1という形で R から E までの伝達関数を表現することができます。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。伝達関数に関するこの他の動画はこちらになります。